おざっすましでーす。はい、今日やっていくゲーム、第3弾脱出ゲームですね。今回は、どうしようかな。前回が居酒屋やりまして、7回ぐらいヒント使うっていう情けない結果になったんですけども、今回こそはヒントを使わずやっていきたいと思います。ってことで、今回はどうしようかな。天文学行ってみましょう。ノーヒント。あ、いいね。なんかおしゃれな感じ。じいちゃん、有名な天文学者。今日は研究所に遊びに来たぞ。噂によると、ここは秘密の部屋があるらしい。ほう。その部屋にある望遠鏡で空を見ると、幻の惑星、ブーブーが見えるんだって。豚や。僕はまだ写真でしか見たことがないんだ。よし、見つけよう。謎を解いて、ブーブーを見つけよう。よし、やっていこう。だいたい序盤はいけるよな。こういうパターンね。オッケーオッケー。え、地球儀。これ回され。ん？でもなんかあるよね。ここはこれと、上がパズルで、あ、なんかある。スター。何もできない。これ大砲になんかつけるやろね。ん？大砲撃ったらなんか動くんかな？ここもなんかはめれそうやな。あんまりヒントがないね、ここ。次。ん？お、回せる。月。カメラくれ。星。あ、これもなんかいいか。地球儀がまたある。え？豚。豚の絵か。これ、星座か。紫。まだ何もわからんな。猿。あ、猿が宇宙飛び出るか。で、あ、上もあるな。上、これネジ外さな。上上がれへん。時計が。1時20分。1時20分。星2つ。星2つと星1つで一緒ってことかな。ん？地球？何や？下は何だ？上。あ、これあれやん。これは下下上下。さっきあったね。これやな、多分。下下上下。あ、で、カメラ誰か欲しがってたね。こいつか。はいはい、どうぞ。かわいいな。何を撮ったやな。めっちゃ撮る。なになに？バグバグ。え、どうなったこれ。あ、おい。お、これが？あったな、なんかこれ。こっちか。あれ？なんかあったな、あったよな、なんか。ん？これか。あ、違うわ。なんか押すやつあったよな、ポチポチ。これか、これやな。斜め、前前。斜め。終わり。斜め、前前。来た。あー、これまだ、あと一個いるんか。うんうん。じゃ
結果進んでないってことね。で、これが赤、青、緑。これがこれは数字が9まで。これね、写真マーク、写真撮ったら何かあるんかな。これはなぜ、この地球ってなんなんや。お、なんかある、寝てる。取れない。あ、ここに足がないんか。変な足具合な。この顔は左右、なんやこれ。すごいカラフル。なんやろこいつら。どこの5つ、どこのやつや。この棒なんや。棒らしきもある。次は何やろ。色、色っぽいもんないもんな。ここはあった。こっちは何やったっけ。星座よな。HMS 星座。こいつ何やな。2個しかないもんな、地球儀。あ、じゃあ2個、3個か。1個、2個、3個。
まだや。3個地球儀があんねやろ。足の形違う？一緒かな？あ、違う！丸三、三角四角丸、三角四角丸、そんなんなかったよ。中、あの棒のやつやな。中だ、2413で覚えよう。これやん絶対。2413。はあ、けんちゃん今回ヒントなし。いけそう、いける気してった。これもわかるよ。ピンク、青、緑、紫、色。ピンク、青。ピンク、青。紫。あれ？黄色？緑？あ、こっちが緑か。で、紫。オッケー。お！もう見れんじゃん。これつけたいんじゃん。なこれ5749。あ、あれか、4つのやつや、これやな。5749。うえ、ペースがめっちゃいいやん。博士、のび太のメガネ取ったやつみたいになってん。ヒゲの形もなんかおかしいな。星の数、お、時計やこれ。1時20分やったから、なんやこの指輪みたいなに、ペ、指輪とペ、指輪とペと鉢を刺すとこ、指輪とペーと2、指輪ペーに、指輪ペーにをどこに入れたっけ。これか、これやな。指輪、何や、筒な、 HMS、 どういうこと。
です。HM。ああ。どういうこと。分からん。一旦置いとこう。あ、ここにもなんかある。なんか入れるのかねな。ブルームーン。あ、こいつキューティやん。知ってんねん、俺は。三角やろ。こいつが四角。じゃあ三角四角三角四角バツとかな。これじゃあ地球儀 OK やろ。星の数か。これが黄色が2と青が1とピンク1と緑1、4色だね。でここに黄色が2と青が1か。ここの黄色カウントするんかな、分からんな。まあでもそれぐらいか。あ、ここもある。ここカウントするんか。じゃあ一応ここもカウントしとか。2シールを7、でどこやったっけ。あ、これかって考えたら、あの地図の7は合わへんな。数字が6、青が3、緑にピンク1、こうやな。違うんか。やったら4、青が2、緑1、ピンク1。違う、違いますわ。コンパスどこで使うやろ。コンパス、あ、分かったか。ここちゃん、コンパス。あ、違うか。なんかコンパスでフィーってやろうか思ってる。ちゃうか。なんや、コンパス。コンパス使うやつだった。これ。違うか、ここ。違うか。コンパス。こいつか？こいつ割るんじゃん。来た。起きた。なんこれ。三日月、半月、半月、三日月。なんやこれ。どこで使うんやろ。あ、これか。こう。こうや。あれ？あれ？こうやんな。ん？なんか違う。あれ？あ、
ちょっと斜めか、左上が。これが、この角度。来た。お、そっちが開くんかい。で、この鍵で、こいつやな。えらい近いとこ隠しててんな。お、パズルや。くれんの？くれへんの？え？どういうこと？どういうこと？触られへん。なになに？ここやん、絶対。中小の3つのやつか。中が左上、大が下。キョッキョッケー、今日は冴えてんで。これで右、左上、下。よっしゃ。お、鳥の餌、さっきのとこか。いい、ふう、いただいた。あざす。もうここは何もいらんのか。オッケーオッケー。でこれはめる。ただ何も進まへん。あとここよな。HMS。 HMS。 ここはもう終わりや。こいつ豚さんももうなんもない。
もそもがない。マジか、 M ないんや。H はあるやろ。 WW か、 WW で、合ってるんかな、全然自信ないけど。 HMS ってのがようわからんな。 WW あったやろ。HMS どういう意味や。 HMS まずいぞ。またここの橋は渡られへんもんな。本棚も特にはなさそうやもんな。もう終わってるね。あといけそうなんは、星の数もぐらいしか救いようがないよな。1、3、
6、7、8やもんな。148の HMS ってなんなんやろ。時計関係ないか、時計やろって。ヒント使おう。分からん。もう。あー、悔しいなー。え？2の記号に注目して謎を解こう。2の記号？ベースに照らし合わせたらいいんか。そういうこと。照らし合わす軸が違うってこと。2の左隣は噴水みたいなの。12の記号に注目して、2の右隣横は、右隣横はなんかヒューってなったやつ、ね、で時計で言うと2の123456、2の6横、2の123456H、これでいけんのか。いまいちスッキリせんけど。噴水みたいな。これ。これ。おっ、来た。HMS ってどういう意味やったの？わからん。わからんまま正解しちゃった。で、このメガネ何や、誰のや。こいつか、こいつじゃん。ちゃお、誰のメガネ。メガネ欲しい。あ、先生や。来た、博士。まだヒント1個。あ、でも 53% って言ってた。アルファベットとかあったっけ。お、ブーブー探そうじゃん。
なんか意味ある？どういうことやろ？ここか。惑星ブーブー。ブーブー、分からん、なんやろ、どういうこと。これが MNL2FUFHUO2。 あの下の星よな、これよな。どういうことや。あとできてないんは、この上のか。関係なさそうな。入れるもんとかなかったのかな。どの謎はどこや。こいつか。MNLF。 そんなにアルファベットないもんな。どういうことやろ。分かんなくなっていったぞ。ヒント2回目。上の画像に注目して謎を解こう。いや、分かってんね。わ、この分かってるパターンだるいな。なんやろ。ちょっともう一回星見に行こう。なんやろな。3つ目。
かるやろ。アプリのカメラ機能を使ってみよう。何それ、どういうこと、それはわからんわ。あ、光った。わかるか、こんなの。ちょ、もう一回もう一回。M だけ仲間外れ。こんなもんわかるか。フルムーンや。やった、やっと分かった。これは分からんわ、発想がなかったもん、写真撮るなんて。これでもう終わりやろ。押し出す、ほう、なるほど。2g、 黄色が 2g、 足す青はコール緑。なるほど。ってことは黄色2個が 4g やか、青が 4g、 緑が 6g やな。んで、黄色が 2g、 緑 6g やから8g、 これで 8g やろ。で、これが2と4と、ピンクも2か。2やな。ピンクも2。OK。で、2g、青が 4g、黄色に、緑6。使い道ないとかある？ここか？違うわ。橋。使うとこがないとかある？
これか。そういうことか。橋はあれか。なんか太陽。あーあれか。これや。太陽。太陽から順に左、真ん中、右、左、右、オッケーオッケーオッケー。この辺は簡単やな。左、真ん中、右、左、右。あれ？西、ろ、西、左、真ん中、逆か？これで合ってるはずや。ん？真ん中、左、真ん中、右、左、右。ん？どういう角度でいきゃいいんや。こうじゃないの。逆にするぜ。おお、逆やった。よかった。で、こいつをどこに使うんや。こっちか。物騒なのどこに使う？どこ？あと開いてないとこいつかちゃうか。そう何も使わんか。あこれや。ヒントないやん。ここ
ここに来て流れ星。まいったぞ。手がかりなしになったぞ。マジか。全くのノーヒントや。ずっと無反応やな。うわ、きつ。もうちょいやのにな。無理か。流れ星。使うの？このアメーバの。博士渡す？渡せんか。何これ、どこに使うの？あ、ここか。なるほどな。気持ち悪ぶった。これブーブーじゃん。ちょっと気持ち悪い。星や、星やウイルスか。あ、オッケー、そういうことね。これ難しいわ。こんな盲点やったな。来たんちゃう？え？おいおいおい。おお。なん
くなった。あ、見つけたぞ、ブーブーだ。じいちゃん、今日からお前はわしの一番弟子じゃ。4回か。まあ前回よりは減ったな。結局1時間はかかんねんな。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。スマッシュでした。ぜひ皆さんやってみてください。またね、バイバーイ。